の近くにね、なんかね、ドリフトスポットがあったの。でそこ走ってるっていうのを、まあ、うちの兄貴もそういうのドリフトとかやってないんだけど好きで、まあ、そこの先輩とかとつながりがあったから、まあ、一緒に連れてってもらって、で横に乗ったらもうダメだよね、もう終わりだよね、あもう絶対やろう、あもう絶対ドリフトしよう、かっけえ、何これ、もうあのタイヤの匂いすらさ、であの真っ暗の中でこうタイヤのこう匂い、なんかちょっと違うじゃん。その時がね、中学3年生だったかなとかで、でも高校入って、バイクの免許取れるようになるじゃん。そう、その時にバイクの走り合いをやったの。でも学校もサボって毎日バイクばっかり行ってで土曜日の夜になった走りに行ってでやってて、でいいタイミングで車の免許も取れるようになるからさ、あじゃあドリフトやろうかなっていう時にちょうどバイクで走ってたら白バイ3台に追いかけられてちょうどね捕まっちゃって、白バイから逃げてたらさ、もう白バイから逃げれる、逃げたやつがいるっていう話があったから、あこれ逃げれんじゃん、バカでしょ、あのボアアップしても 63cc とかさ、それでガーッと走ってたら後ろ見たら1台あったから、あ止まれ、最初はすげえ優しかった、逃げて、もう逃げれるっていう頭があるからさ、でチラッて見たら2台になってる、2台こう追いかけてきてるなと思ったら前に1台こう出てきて、もう人ってさ、いろんな工場があるからバッて入っちゃったらもう行き止まりで、U ターンして戻ってきたら門が閉まってたもうそれで正座させられて、そう、それでかな、バイクは卒業した。盗まれちゃって、で、まあ、すごい探してた、いやもう昼夜問わず、そしたら多分知らないうちにねすごいこうストレスが溜まっちゃうし精神的にやられちゃってて、そしたらこう周りの人たちが、いやもう車買ってドリフトした方がいいよって言ってくれて、でああその時にあそうだな、まあ多分出てくる、絶対出てくると思ってたから出てくるけど、まあそれはそれで、でもちゃんとしたドリフトできる車をとりあえず買おうっつって、で13が出てきたんだけど、やっぱね前の13と比べちゃって、やっぱねちょっとね向こうがボロかったの、妥協できなかったかな、だったらまあ14とかもあるんだけど、ステップアップを考えたら15かなって思って、で15を探したらもう超グッドタイミングで15が安く出てて、個人売で、それでもうすぐ連絡して、もうその日に見に行った日に、あもう買います、即決。13、まあ180もすごいいい車だし、乗ったことあるけどいい車だし、14もいい車だし、でもなんていうんだろう、本当これすごいこだわっちゃうから、これ自分を納得させるために言い訳できない車って言ったら1号だったのかな。まあ嫌なことあったけど、いい車乗ってドリフトできたら忘れられないけど、こう上書きできる、すごい良かった、いい車だったよ、また13乗りたいなと思う。また13乗るってなると多分すっげえこだわっちゃうと思う、本当にドン柄にして全部外して、ロールバーもちゃんと溶接でちゃんと止めて、だこの今1号でやってる良かったこと、あやった方がいいっていうのを全部こう13にかける。だから13じゃないんだったら、13はあの車だから俺にとって、13の場所って俺にとっての13っていうのはあれしかないから、そしたら、ね、他の車種しかないってなった時に、ああ1号だなって。Running your way, but you push
me when you're offline, losing, ooh, losing your mind. I'm here for you, babe. I've loved you the same this whole time. So tell me, what's on your mind?番長クラスは、まあ、もしかしたら岡島さんの社交辞令じゃないけど、分かんない、それは分かんないけど、走ってみる、走ってみればいいじゃん。でその時はね、胸張って、あ、走りたいですとは言えなかったな。こうやってね、誘ってくれて、これが俺のタイミングなんだと思う。あそこで走ってたら多分俺もちゃんと走れなかったし、まあ、今もそうだけど迷惑かけたと思うし、こんなにまた2回目行こう、こんなそわそわしてさ、あの1回きりでもつくば行かなくなっちゃったかもしれない。これが俺のつくば走れるタイミングだったんだなって思うし、それを茂原走った時に生かせたっていうか、だからやっぱ大は小を兼ねるじゃないですか。大ってほら、今回は速度域だったり広さだったりいろいろあるだろうけど、どう大は小を兼ねる。確かに盗んだやつは絶対悪い。だから自分の身は自分で守るしかない。何に対しても自分でしか分かんないから、その強さとか、ね、そういう喜怒哀楽とか、そういうのってなかなか人と共有できることってできないじゃん。そうなった時に言える、ね、友達だったり親だったりっていう環境、ね、そうなんないように、盗まれないようにすることもそうだし、自分で作り出していくのしかないんだね。そういう風になかなか車盗まれるなんてないでしょ。俺がまさかそうなるとは思わなかったから、そういう経験があったからそう思える。ドリフトはなきゃない、ね、ダメなものだけど、人生を豊かにしてくれる。途中でやめないようにしたいし、一望だって手放さないし、それだけ楽しんでドリフトできる。でその中でこう人付き合いとかさ、ね、まあ、ドリフトでこう先輩とか後輩とかいろいろあった時にこう人とのコミュニケーションが取れたりするじゃん。そういうのもドリフトじゃないところで活かせてるのかなって。だからドリフトをやっててよかったなと思う。確かにお金かけてさ、ね、車バリッとか上げてていいタイヤ履いてさ、なんだろうけど、結局ドリフトスキルとか運転スキルとかやっぱ走んないとね、経験にならないから、走った人がやっぱ上手くなるんだよね、いろんな経験した人が。
3万食べようって決めてたの。もうこれ絶対取ってるでしょ。だってこれで設定だって言ったらさ、おかしいもん。全然ねえじゃねえか。本当光っちゃってる。まあ、ワンメモリーも、ワンメモリーもね。